お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、はい、ミラーウィンプス赤で、そう、サバからねやっていきたいと思いますってなわけで、ただいまね2000到達したあたりで、こちらの、まあ、ホグデッキをですね、今最初からかな、ずっと使ってる形ですね。でプリンスのレベルがちょい高いから、こいつがもうめちゃくちゃ強いとりあえず初めは本当にやっぱレベル高いのを使うのがおすすめしますね。はい。とか、あとはネクロとか、その、なんだろう、ベビドラとかもね、ウィザードも強い。範囲攻撃かなって思いますね、自分は。結構最初は、なんだろうね。結構ノーマルってガゴムリとか、バーバリアンとか、あとはスケルトン部隊だったりっていう、なんか小物系がちらほら多いと思うので、まあ、それに対してネクロや、まあ僕はハンターがなんか範囲攻撃だし、あとはバルーンもね、めちゃくちゃ強いんですよ。このトロフィーが2000とか、もう千何歩とかのあたりのバルーンってめちゃくちゃ強くて、もう出されるだけで防衛がなんかしてるのにタワー落とされちゃうみたいな感じなんで、そのバルーンに強いハンターを入れたりしてますね。まあなんで範囲攻撃多めがすごいおすすめしますね。よいしょ。やばい、その雪玉はうまい。やばい、今のはうまいですね。ってなわけでしっかり防衛していきますね。でこれもうザップ打ってあげたら、あれであのプリンスに防衛なんかしないと絶対ダメージ入っちゃうんでね。でこの瞬間に逆サイホグを飛ばすと、あれ苦しいですね。コストが結構ギリギリなの でこのベビドラがセパレートして、セパレートして、あー分かれたのにね。あのヤリゴブリンがだ、もう 0.5 秒ぐらい早く出してたら、ベビドラの攻撃を2回受けれてましたね、今のは。さあ、てなわけで、まあ相手ホグライダーですね。で、ホグをしっかりプリンスとか、またスケルトン部隊でもいいかな。火力あるやつで守ってあげて、そのままカウンターかな。で、ここもしっかりプリンスでね。いざと開けて、今度はさっきスケルトン部隊が出てきたんでね、またこのザップをこう構えておいてあげますね。すると、あースケルトン部隊が来た時にパッてザップ打てるんですけど、ここはネクロでしたね。ネクロが、まあ、だからレベル9、これちょっと防衛できないんでね、どうせ落とされるんで、ホグ飛ばしてザップ構えて、スケベが来ないな。おや、そうてなわけで、1個捨てですね。これ相手のレベルが結構高いんで、なかなか防衛が苦しいやつですね。痛えよー。めちゃくちゃ痛え。めちゃくちゃ痛え。はいはい。てなわけで、まあ僕は両サイ削れてるんでね、両方落としたい感じではありますね。よいしょ。しっかり後ろから形作ってあげて、あー。このベビドラが厄介だな。これスケブ来たらジャップオッケー。でこれは両方攻めてあげて、オッケー、突進入って、これもザップ、よいしょ、プチ、やばい、待って、オッケー、あれはもう5圏内ですね。5154かな、152か。でこれもね受けてあげて、でこのまますぐホグを逆サイに飛ばしてあげると、相手はね両方防衛しないといけなくて、わちゃわちゃするんで、その瞬間にタワー落としてあげて、もう一気にね畳みかけてあげると、相手はおつらいってなわけで、サンクラこれ落ちましたね。危ないですね、本当に言うて危ない。この辺でもガンガンなんかめちゃくちゃ負けるわけじゃないですけど、結構負けるんですよね。普通に勝てないみたいな時ありますね。そう、まあ、いい練習になりますねはい。ってなわけで、もうスタンプも貧しいんですが、こちら無課金でねやっていこうと思ってるんで、そう、まあ、未だまだ課金はしてないですね。そう、このバルーンが強いから、このバルーンのためのハンターですね。あ、待って、最悪だ。今ベビドラに当てたかったけど、これはザップ打ってまでダメージを抑えたいですね。やばい、やばい。これザップ打たれると、お、やばいけど、まあ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 。スケルトン部隊も、マジでデッキに入れるのはおすすめしますね。
めちゃくちゃ防衛してくれるんで、あ、やばい。これは、いてーよー。もうこのままね、ホグをつけてあげますと。痛いですね。まあ、こっからどう勝つか、なんですけど、まあ、しっかり形を作るのがすごい大事で、ネクロマンサーで防衛して、あ、さてはやばいな。待って、こっちないで。お、あー、落ちるんかい。けど、相手何があったかな。バルーンだから、今。これ、このプリンスプラスの範囲攻撃のネクロが、多分相手は、苦しい。あー、これ来て。オッケー。これ、突進でマスケット処理。で、このユニットで。おー、ロリババ強いな。ここでも強いのか。まあまあまあ、言うてですね、もうバルーンはハンターで守れちゃうんで、最初のファイボミスですね。はい。てなわけで。ふー、さあ。そう、言えば。そういえば。僕、家に Wi-Fi つけてなかったんですよ。だその、つけてなくて、だから YouTube とかもマジで見えなかったんですよね。見たらすぐ、通信制限来ちゃうっていうのがあったんで、その、Wi-Fi を僕家族と同じそのやつだったんですよ。なんかシェア Wi-Fi みたいなやつで、家族4人で、僕17だったかな、家族4人で、そう、 17GB みたいな。だから1ヶ月でめちゃくちゃ少ないんですよ、容量が。わかりますかね、マジで少ないんですよ。家族4人で17で、本当にいいで、あ、ポケット Wi-Fi は一応あったんですけど、ポケット Wi-Fi もなんか容量来たら全然使えないみたいなんで、そう、ほぼめちゃくちゃ Wi-Fi 苦しい状態でずっとやってたんですけど、やっとですね、本日やっと Wi-Fi つけましたね。そう、自分で、やばい、あそこ行きましたね。普通にビッグカメラ行って、無線 LAN 買って、で Wi-Fi を取り付けてやったんで、もう Wi-Fi に怯えながらね、 YouTube 見たりすることもなく、いやー、マジ最高ですね。気分がいい。家に Wi-Fi がつくだけで、なんか学校に、朝学校に行くのもモチベ上がりそうなぐらいめちゃくちゃ気分良くなりますね。よいしょ、これザップ打ってあげないと。そう、やばい。 OK、 守った、オッケー、多分勝った。いやー、やばい。待って、一発は足りない。うわー、待ってくれ。ん、引き分けやん。やばい。これは多分やりゴム押されないでしょ。待って、やりゴム殴らんの。ちょっと待ってよちょっと待ってよ。今のはね、あそこにやりこぶを出すと普通にタワー殴るんですよね。けど僕のやりこぶがちょっとね、弱かったみたいで、レベル6で相手のタワーでワンパンされて、一発も殴らずに終えましたね。一発でも殴ってたら多分タワー落ちてたと思うんですけど、しょうがないですね。今のはそうだ、相手のタワーレベルが高いから、ああいうのもよくありますね。もったいない、もったいないですね。そうなんですよね。で、いろいろ悪いの。そうで、またあれだ、その買い物今日行った時に、駅で結構ね、意外とあるんですよね。今日、すいません、ラッツさんですかってそう、またあったんですよね。意外とやっぱ高校生かな、なんかもうやってる人が多いみたいで、はい、写真撮ってくださいって、写真撮って、はい、またねって感じで見送りましたね。意外と多いというか、なんか結構ありますね。わかるんですかね、なんか意外と普通に歩いてたら気づかないじゃないですか。その結構横とかをなんか有名人がもし通ったとしても気づかないし、僕なんかなんか普通な感じだから、今なんか茶色、髪が金髪とかでもないし、もう茶色っぽい普通な感じなのによく気づくなってすごい思いますね。そんな、なんかね、わかりやすいみたいなのもないですし。
すごいなと思いますね。よく気づくって思います、ほんまに。よいしょ。なんかね、誰かないかな。そう、特徴ある人って意外とでもいないな。意外と誰だろうな、誰かいるかな。だってマジで焼き鳥とかが街中で普通にこう歩いてても絶対気づかないですもん。普段横すれ違ってもマジで見向きもしないですけどね、特徴なさすぎて前髪のぐるりんぐらいしかね、特徴ないぐらいなんで気づかないですけどね、マジで。しかも前僕は彼女がこっち来てた時に、彼女とまあ普通にまあデートっていうか普通にお出かけしてたんですよね。したらまたその時も、あ、すいませんみたいな、ラットさんですかみたいなのをまたかけられて、その時も、まあ、そうですね、ちょっと写真ですかみたいな感じでみたいな思いましたね。なんでも毎週誰かに声かけられてるみたいな、週1で今のところ話しかけられてますね。なかなかやばいっすみたいなことも意外とありましたね。なんか最初の方はなんかやば、声かけられたみたいになったんですけど、最近だったらもう慣れてきましたね。まあ嬉しいですけど、それはもちろん。そうそうそうみたいなね、ことも意外とありますね。よいしょ。さあトロが上がったな、上がったっすけど、まだまだですね。そのこのスーパーマホの宝箱引きたい。もう初めの方はこの宝箱がめちゃくちゃ嬉しい、もう嬉しさが違いますね他のと。どっからやったか覚えてないですけど、この辺かな。今3試合ですね。さあまあてなわけでいいかな。本日はこれね、買いたいわ、マジで買いたい、めちゃくちゃ欲しいけど買ってない。でショップはたまに買うんすけど高いんすよね。1400円しかないから、コウモリ100円、ジャイアントも高いんすよ、だから買えなくてみたいなところで、まあ、今んところね集まってるカードがこんな感じで、ゴレがね7なんで使いたいみたいなとこありますね。よいしょ。さあというわけで本日終わりかな。はい、砂漠ね、意外となんか大変ですみたいな、まあ、はい、終わりにしたいと思います。ではお疲れ様でした、バイバイ。